はい、横綱の鶴竜がですね、昨日ね、稀勢の里に対して2回立ち合いで変化をして、勝ちましたけどね、まあ今場所は白鵬も休場しちゃいましてね、照ノ富士も膝を怪我して、まあ鶴竜にとっては大チャンスではあるんですけどね、横綱として初めての優勝をしたいという気持ちはわかるんですけど、なんともね、これで、まあ、優勝が決まったとしてもちょっと後味悪いなっていう感じがしちゃいましたね。稀勢の里はね、一方立ち合いで変化することはまずないですからね、まあそれがね、稀勢の里のまあいいとこかなとは思いますけどね、稀勢の里のその立ち合いのこだわりみたいのが多分あるんだと思うんですけど、言ってみれば合掌造りの家みたいなもんですよね。うん、どういうことかって、変わらない良さがそこにあるってね。ねずっちです。ではまた。